あ、それもいいよじゃあそうしよう。はじめまして、ゆうくんです。普段はコスプレイヤーやモデルの活動をしてます。今日はツヤ肌メイクをしていきたいと思います。それでは始めます。カラコンは韓国で今すごく流行っている宇宙柄カラコンという黒グレーを使っています。カラーはグレーでサイズは 14.2 ミリです。特徴は、中に細かいラメラメが入っているので、なんですかね、うるうるした目に見えるっていうのが特徴です。ベースで使ったのはイニスフリーのノーシーバムプラプライマーです。これはメイクの一番最初に使ってもらうものになります。毛穴を埋めてくれるプライマーなので、顔全体に使ってもいいですし、私は毛穴が気になる小鼻だけ使いました。ファンデーションで使ったのがこの2つです。まずエチュードハウスのダブルラスティングセラムファンデーションと、また同じエチュードハウスのニンフォーラボリューマーです。これは一緒に混ぜて使うものなんですけど、ファンデーションとボリューマーを混ぜて使うとツヤ肌が簡単に作れるアイテムになってます。で、このエチュードハウスのセラムファンデーションは最近出た新商品なんですけど、普通のファンデーションよりは美容液がすごく含まれてるので、これ1本でもツヤは出るんですけど、乾燥がひどい人とかは持続しないので、お昼頃ぐらいにもう結構マットになってきちゃうんですけど、このボリューマー一緒に混ぜて使ってもらうと持続性がすごく伸びるので、夜までツヤがずっと続く感じになります。このボリューマーなんですけど、これ単体で使う方法があって、その場合はツヤが出てほしいところにスポンジで少量取って叩き込んでいただくとツヤができるタイプになるので、リキッドファンデーションじゃなくてクッションファンデーションを使っている方でも使ってもらえます。ビボのアイフルアイブローナチュラルブラウンを使いました。ペンシルは眉尻の形を整えるためだけに使ってます。エチュードハウスのブローコントゥアーキットです。この色を使いました。この色を、筆で眉頭からペンシルで描いた眉尻の手前ぐらいまでを埋める感じで使っていきました。エチュードハウスのカラーマイブローマスカラのリッチブラウンです。私は、髪の毛は黒髪なんですけど、眉毛黒く描いちゃうとすごく重く見えるので眉毛全体をブラウンに染めました。ミシャのモダンシャドウの GBE04 番です。このアイシャドウはアイホール全体と下まぶたにつけました。これは結構ナチュラルなベージュの色なんですけど、ちょっとだけラメが入ってるので、派手すぎずシンプルすぎないアイシャドウになってます。ツヤ肌メイクの時はあんまり派手なアイシャドウは使わない方がまとまりがよく見えるので、このシンプルな色を選びました。乙女なドールコスメアイシャドウパレットです。これの一番濃いブラウンを使いました。これをチップで取って目尻の下の黒目に当たる部分までを薄く埋めました。あんまり濃すぎちゃうと濃いメイクに見えちゃうので、なるべく少なめにつけるのがポイントです。アブライナーリキッドのグレージュブラウンです。ブラックのアイラインだと目がすごく目立ってしまうので、なるべくブラウンやグレージュ寄りの色を使うようにしてます。あまり太く引くっていう感じではなくて、細くまつげの際を埋めるという感じで使いました。マジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダエッジマイスターのブラックです。下まつげにはつけずに上まつげにだけ使います。ビューラーとかもしないで、そのままストレートの状態で使うのがポイントです。ペリペラのインクハイライターの3番です。これもハイライトなのでツヤが欲しいところにだけ使います。ちなみに私は最後の頬の一番高いこの位置にだけ使いました。これ中がこういうブラシタイプになってるので、つけたいところに少量乗せてもらって、スポンジかもしくは手で薄く伸ばしていただくのがいいと思います。私は手でいつも伸ばしてます。で、結構細かいラメが入ってるので、ちょっとオーロラっぽくなって可愛いです。 3CE のベルベットリップティントゴーイングライトです。これはすごいマットなリップで、韓国ではツヤ肌に唇はあえてマットを使うっていうのが流行っているので、
日本でも最近そのタイプが流行っているようです。結構ベタつきもないですし、すごくサラサラするので、色持ちもすごいいいので、個人的にすごいおすすめです。いかがでしたか？これが私のツヤ肌メイクです。ちなみにですね、チークを塗ってない理由はですね、韓国でもあんまりチーク使ってないんですよ。白い肌を生かすメイクがすごい流行ってるみたいで、最近日本の若い女の子でもチーク使わない子がすごい増えてるみたいです。ちなみに私はですね、ちょっと頬がもともと赤いので、チーク塗らなくてもチーク塗ってるように見えるので、今回はちょっとそれをあえて生かしてみました。他にもたくさんメイク動画が載ってますので、チャンネル登録してぜひ見てみてください。さようなら、ありがとうございます。